僕らは先に行きますね。お待ちしてました、首相。この時間は金龍と合同になっています。どういった稽古をしますか？わかりました。じゃあまた後で。言うと思った。いいよ、やろっか。やっぱタフだね、君は。うん、体力には自信あるのにな。ちょっと、それって僕が可愛くないってこと？この野郎、待て！兄ちゃん、醤油取って。おう、これか。大竹、それはラー油だ。すごい味になりそう。食べてる時に言わないでよ。吹き出さないでくれよ。お茶欲しい人。首相、お茶いりますか？さあ、水泳だ！行くぞ！久しぶりだな、ここで泳ぐの。去年雨が多くて泳いでないもんね。シュシュさん、あれ何ですか？白鳥だろ。足で漕ぐボートですよ。ビーチボール持ってきた。ビーチバレーやろうよ。湖でもビーチバレーっていうのか。どっちでもええやん。のぞみちゃんもやる？のぞみ、泳ぎたいな。じゃあ行こう、のぞみちゃん。シュシュさん、やりましょう。あ、いや、俺は泳ぐから。ほら、あの島まで。あれ、結構距離あるぞ。そうだから危ないからついてこないように。よし、その乗船乗った。えわお、決闘ですね。聖子兄ちゃん頑張れ。行けなくなっちゃったね。僕もやっていいですか。物好きな子ね。おう、何人でもかかってこんかい。上杉くん頑張って。はい、頑張ります。よし、着替えるぞ。首相はどうするんですか。先手必勝。ああ、待て大竹。脱ぎながら走るな。ああ、見たくね。しょうがないな。一緒に泳ごうか。行こう。水かけたな。ああ、わざとじゃないよ。えい、波立ててやる。沈没する。合流しろー。いやー、離しちゃダメー。ただいま。全力で泳いだからね。楽しそうだな、あっちも。向いてるかもね。そうなの。てんのか。ずっと見てるからわからないだけさ。そうだよ。ヨウセ君だ。やっほー。たった3年なのに僕にももうわからない。アイスでも買ってくれよ。遊んでお腹空いてるだろうから。いいんじゃない？本人満足してるんだから。待ってたよ。はい、お待たせ。ありがとう。のぞみちゃん、おいしい？ごめんなさい。鈍い人にもわからないデリケートなお話。どうせ狙ってやったんじゃないとは思ってたよ。そうなの？そんなの幼稚園の頃の話だろ？大体君だってさ、おやつ代わりにたくあん食べてるじじむさい子供だったし、それに芽キャベツが食べられなくて食べるまで台所に閉じ込められてたし。意外な過去だな。あとね、梅干しはあのまま木になるもんだと思ってたしね。あのまま。正月に水とおとそ間違えて飲んでひっくり返った。濃い匂いですね。さあみんな食べてや。あ、いただきます。うまいっすよ。濃いめだけどマジでいけるよ、舞ちゃん。おおきに。よかったな聖子兄ちゃん。いやー、照れるの。何むせてんの、シロちゃん。なんでもない。この時間はグラウンドへ行く予定になっています。僕らは先に行きますね。あれ、神垣君一緒じゃない？そうなんだよ。彼女が遅れるなんてめったにないのに。ちょっと探してくるよ。ありがとう。僕はこの近くを見てくるよ。どうしたの？お姉ちゃん？また邪魔するの？また妖精くんの邪魔するんでしょう。邪魔しないでよ。葵お姉ちゃんは妖精くんが好きなんだから。お兄ちゃんも葵お姉ちゃんが好きなんでしょ。だから邪魔してるんじゃないの？やっぱり。やっぱりそうなんだ。妖精君大好き。でも妖精君が好きなのはのぞみじゃないんだもん。ってきたな。行き違い、戻ったら来てたよ。ごめんね。じゃあ始めようか。それでは本日の試唱会を始めます。これでよろしいですね。じゃあ今日はこれまでにするか。はい。へ。この時間は夕立山へ行く予定になっています。僕らは先に行きますね。この時間は僕らだけです。どういった稽古をしますか？わかりました。じゃあまた後で。お疲れ様です、主将。終わりました。みんな休んでます。ええ、一休みしますか？はい、主将。師匠、はい、師匠。師匠、お風呂はもう沸いてますよ。はい。僕らお先に失礼します。ごゆっくりどうぞ。おはようございます、師匠。